2022年8月9日午後3時20分日本時間午後9時20分頃、2014年にロシアが一方的にウクライナから奪い取って編入した、南部クリミア半島のノボフェドリウカカ近郊にあって、ロシア海軍航空隊の離着陸訓練施設などがあり、スホイ24やスホイ30などが常駐している先基地の飛行場において複数の爆発が起こったよ。この爆発について、ロシア支配下のクリミア共和国オレグ・クユチコフ首長顧問がメッセージアプリのテレグラムにおいて、これまでのところ確認できているのは、ノボフェドロフカ付近で複数回の爆発があったという事実だけであり、公式な報告を待って、勝手に話をでっち上げないよう全ての国民に要請するとのコメントを発しているんだ。勝手な憶測で曖昧な情報を流すなって釘を刺してるんだね。ウクライナからの攻撃によるものなのかな？ロシア国防省はこの爆発が基地の弾薬管理の不備によって複数の弾薬庫で爆発事故が起こったと説明して、ウクライナ軍の攻撃ではないかとする見方を否定しているらしいぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島にあるロシア軍基地で爆発が起き、ロシア軍機多数が破壊されたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国営のタス通信は、ある国防省関係者が語ったとして、爆発の原因は先基地の防火対策の不備に原因があったためと国防省が考えていると述べたと伝えているよ。しかし、飛行場から12発の爆発音が聞こえ、そのうちの2回ほど巨大な黒煙が立ち上っていたとする近隣住民の証言や、爆発の様子を基地の外から撮影した動画が SNS 上に出回っていて、それらのことから単なる爆発事故と考えるには不自然な点が多く、ウクライナ軍がクリミアに向けてミサイルを発射したと報道するメディアもあり、ロシア国防省が事故としている発表を疑う見方が広がっているんだ。この爆発に関するウクライナ側の反応は、ポドリャク大統領府長官顧問がオンラインテレビドージャドにおいて、インタビュアーからウクライナ軍が先基地の爆発に関与したのか？と問われたことに対し、もちろん全く関与していないと答え、ロシア軍の兵士が火器を制限している区域で喫煙でもしていたのが原因ではないか？として、ロシア軍の無能さが原因かもしれないとの認識を示したんだけど、その一方で占領下で生活している人々は占領が終わりつつあることを理解していると述べて、何かをほのめかすような意味深なコメントを発しているみたい。イギリスのウォレス国防省は、爆発が2回あったことから、事故などではなく攻撃ではないかと述べ、ウクライナ軍がクリミア半島を攻撃するのは正当な行為であるとして支持を表明したよ。もともとはウクライナの領地だし、ロシアが不当に占領したって言われているもんね。また、アメリカのニューヨークタイムズ紙は、ウクライナ軍当局者の証言として、飛行場の爆発にはウクライナ側が関わったとして、政府の指揮下にあるパルチザン抵抗運動が実行した可能性が高いと報じているほか、ワシントンポスト電子版では、ウクライナ政府当局者の証言に基づく情報として、ウクライナ軍の特殊軍部隊が関与したと報じているよ。ロシア政府はこの爆発における被害について負傷者はおらず自分の航空機への損傷はなかったとしているんだけど、クリミア共和国首長のアクショノフ氏が SNS 上において、民間人1名が死亡し8人が負傷しており、飛行場に大きな被害が出ているようだとして被害状況を明らかにした上でテロ警戒レベルの引き上げを発表しているなど、現地と中央で情報が錯綜しているみたいだね。このような状況下、アメリカで衛星写真を提供しているプラネットラブズによって爆発後の先基地の衛星写真が公開され、飛行場の掩体壕に駐機していたロシア海軍のスホイ24などのうち、少なくとも9機が破壊され焼け焦げた姿を晒していることが判明し、アメリカのシンクタンクである戦争研究所や、軍事専門家などの分析によってウクライナ軍による攻撃だった可能性が高いことが示されたよ。この8月10日に公開された衛星写真からは少なくとも4つの穴が見え、分析した専門家によれば、もし事故だとするなら、軍用機が駐機している4から5カ所同時に、火がついたタバコを投げ捨てるか、あるいは複数の爆弾をハンマーで叩くなどして暴発させるなどの行為しか考えられず、常識的にほぼありえないことだと指摘しているんだけど、爆発の原因が特殊部隊などによる妨害工作であったか、ミサイルによる攻撃であったのかまでは判別できないんだって。インターネット上でも、ウクライナ軍によるミサイル攻撃説やアメリカ陸軍特殊部隊の支援を受けた特殊作戦軍による破壊工作説、あるいは現地のウクライナ人によるパルチザン説などが飛び交っているな。ウクライナ軍の攻撃であったとして可能性が高いとされているのが、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、イギリスから供与された多連装ロケット砲システムマース M270 などから、地対地ミサイル MGM140 エイタクムスが発射されたのではないかとする説だね。エイタクムスってどんなミサイルなの？
ATACMS はアメリカのロッキード・マーティン社が製造していて、マース用の6連装ランチャーと同じ大きさのコンテナから発射可能で、ハイマースでは1発、M270 では2発を搭載できるんだ。ATACMS には弾頭が異なるブロック 1A22A の4タイプがあるんだけど、この中でブロック 2A は最も射程距離が長く、1発の弾頭に6発の BAT 無動力滑空型誘導式小爆弾が搭載されていることから、これを2発発射したとすれば12発の爆発音が聞こえたとの証言と合致するんだよね。ただし、アメリカのバイデン大統領は、ATACMS を供与することでウクライナがロシア国内を攻撃することが可能となるため、ロシアを必要以上に刺激することになるとして、供与を拒否しているな。しかしながら、ウクライナのゼレンスキー大統領は ATACMS がゲームチェンジャーになり得るとして供与を絶望しており、また、アメリカ議会においても野党の共和党のみならず、与党の民主党議員の中にもウクライナへの供与を主張する声が多く、いずれ供与されるであろうと見られていることから、すでに秘密裏に供与されているのではないかと見る向きもあるってわけ。また、クリミア半島以外にも9日から10日にかけてウクライナ国外で爆発火災が相次いで発生しており、アゾフ海のマリウポリの対岸にあるロシアの港湾都市であるエイスクで爆発があり、黒煙が立ち上っている写真や動画が SNS に投稿されていて、ロシア国営タス通信では倉庫から出火したと伝えているよ。10日にはベラルーシのウクライナ国境に近い空軍基地で複数回の爆発が起こった後、火災が発生したとの報道があり、これに対してベラルーシ国防省が飛行場に設置されている機械から出火した火災であると発表したんだ。これらに共通しているのは爆発があり火災が発生したとの共通の証言があることで、ただの火災ではなく、ウクライナ軍によるミサイル攻撃か、現地に潜入した特殊部隊による破壊活動である可能性が高いと見られているぜ。もし、先基地での爆発火災がウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃であるとしたら、ロシアのメドベージェフ前大統領が7月に、ウクライナが同半島を攻撃すれば審判の日がすぐに訪れると警告していることから、ロシアが強硬な姿勢を取ることが懸念されているね。ロシアは2014年、ウクライナで新ロシア派大統領が辞任に追い込まれた直後、クリミア半島に侵攻して占領し、住民投票を行ったとして併合しているんだけど、国際社会はこの投票を違法として併合を認めておらず、ウクライナ国民の多くが、このクリミア併合がロシアとの戦争の始まりと認識しているよ。なお、ゼレンスキー大統領は、9日夜の定例演説において、先基地爆発に言及はしなかったものの、クリミアはウクライナだとした上で、ウクライナと自由な欧州に向けられたロシアによる戦争はクリミアで始まったものであり、クリミアの解放によって終結すべきだと言明したみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。